夏だ、海だ、サマーバッシュだー。よー、肌の色や見た目で判断する人だ。親死んだ、親死んだ、やった。こいつとんでもないやん、さっきから喋ってることがさ。うわ、終わってる。勝手に仲間ゆきやコスパ悪すぎる。世界を面白くするな。なんか でかいよな、やっぱこれ。第1回パレコレ優勝生物の前へ、皆さん行ってください、どうぞ。サマーバッシュが来ているっていうことで、イベントカラーの生物が湧いていると、はい、この島全体に。なんか変なやつね。なので今から30分それぞれ一番派手な生物を捕まえてきて勝負をしようかなと。あ、やるんや。パリコレ。はい、パリコレ開催します。第1回堂々のゲーム実況パリコレ選手権。ド派手なほどいいのね。俺らが動画撮る前から受け継がれてきた伝説の企画やから、これ。そう。3人でただただ遊んでるだけの時からやってるから、これは。じゃあ、スタート。スタート。やっぱ派手さで言ったら、青とかなんかな、赤とか。いや、そうやね。原色に近い色がいっぱいあった方がかっこいいよね。うん。関係ないダイオードに押された。お前は色が良くないから、ダメ。人種差別やん。人種差別やな。体の色が悪い。発言危ないな。うわ。140だ、このダイオドン。肌の色や見た目で判断する人だ。あれ作る、あの、ショート動画で、おい、見ろよ、あいつ肌の色や人種で差別するやつだぞ。わ、ほんとだ。わ、ほんとだ。エルフに森を燃やされて。少年期だ。親がいる。あ、親死んだ、親死んだ、やった。親死んだ、やった。こいつとんでもないやん、さっきから喋ってることがさ。すごい色や。捕まえた、とりあえず一匹。お前はパリコレじゃなくてポリコレに連れていく。お前のことを。そうやな。お前を強制してもらう。あの、クソ施設のポリコレで。なんか嫌だな。まあ、もう無理や。俺が一発矢を放てば。うわ、終わってる。え？キブル9個ペゴに持ってかれた。え、お前ちょっとそれは取り返せん。ダメか、食べられるんか。あれ違う、あの、テイムなった。あー、うわ、テイムされ、うわ、めちゃくちゃこそこないテイムや。うわ、こいつのインベントリー3個残ってたから、こいつ6個食った。コスパ悪すぎる。勝手に仲間ゆきがコスパ悪すぎる。じゃあお願いします。カモーン。あ、来た、来ました。ナルコくんです。ナルコというや、赤べこみたいやん。すげえ。これは確かに派手やな、目立つな、うんうん、ったら夕日に照らされてさらに でかいし、うん、でかいし赤いし、心なしがここに緑なもんね。そう、そう、塗装ハゲや、うん、やっぱ塗装ハゲよな、うん、経年劣化してる。もうでもこれやと思ったね、出会った瞬間に。え、でもこんなあれやな、綺麗に赤が、そう、なんかほぼ赤なん、うん、やばいよなこれ。1匹じゃなくて2匹やけど、セットでエントリー。まあセットでエントリー、うん。走ってきた。はい、おお、これは前後に並んでるんか。すごいな、カップル専用って感じやな。マズカップルありそうやもん。うん、カノピッピとカレピッピ、うん、分かれたらすぐ捨てるやつ。付き合ってる頃は付き合ってる熱意で変なものも可愛いっつって買ったけど、別れてみていざ見たらクソダサくてすぐ捨てるやつ。いやー、いいね、これカップル、いい、カップル感あるな。あ、すげえ色や、こんな色やったんか。そう、でも全然違うよ、全然違うわ、真っ青にしか見てなかったから。はい、ちょっとね、今改めて朝になったんで、こんな感じですね、みんなの深めてきた恐竜。毒々しい。じゃあ一番今回ポリコレ優勝派手と思った生物の前に、ポリコレじゃない、ポリコレじゃない、これ。お前やめろ、お前。おい、世界を面白くするな。危ない。第1回パリコレ優勝生物の前へ、皆さん行ってください、どうぞ。あ、俺こっちか。あ、割れた。うちの子が主役のパターン。全員が浦島太郎。全員が金太郎。全員が自分やった。うん、じゃあこれは視聴者さんに決めてもらおうか。
一番派手や、派手と思うやつ。あ、じゃあ決めてもらおうか。そうやな。ういーういーういーいつものやつな。なんか質感良くなったな。いいやろこれ。うな、これや。パイナップルグラス来た。ふざけてるやつ。ボルが来てるからか分からんけど、なんかでかない。でかいよな、やっぱこれ。なんか でかいよな、やっぱこれ。うん、じゃ、うん、お前らこれつけてみ、このスキン。じゃあ、渡すから。あ、ちっさ。ちっさ。ちっさ。なんか、細そうなんか、弱そう。え、なんか、俺の股間、マクロ入ってんねんけど。え、股間にマクロマクロ？何マクロ入ってる？どういうこと？モザイクじゃなくて、モザイクじゃなくて。マクロ入ってる。ということで今回はね、3人でサマーバッシュイベントを楽しんでいきましたが、まだまだね、このサマーバッシュイベント続くみたいなので、皆様もモッドを追加してね、遊んでみてはいかがかなと思います。はい、サーバーの開け方もね、うちで公開してるから。確かに、うん、広告30個くらいつけてるやつあるからまあ今回はね休息会っていうことでこんな感じでやってきましたが、次回からは引き続き攻略の方やっていきましょう。はい、はい、よし。じゃあ今回の動画もご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー、さよなら。はい、さよなら。の格好浮かれすぎやろこれお前終わってるわ。いや、股間溶かされてる全裸で。お前やぜ、お前すごいやんすごいやろすげえ。僕のこれパイナップルの草の部分の間からもう皮感が出ていい感じになってるわ立体的になってる、もう皮感が魔法のステッキやもんそれ。えいおお、すげえプルプルしてる。振ったらうわすげえプルプルする髪型変わるとイメージ違うな、これすごい眉毛太いな眉毛太いな、眉毛太いし目離れてんな、なんかすごく悲しい顔してる、うん、お前やばい、俺印象が変わってる。ミクロラプトル、あ、いいやミクロラプトル。あ、色違うの生まれてるで。あ、待って、麦わらカワウソ出た。え、すごい。ちょっとこれ絶対サマーバッシュ、サマーバッシュ限定やん。すごい、ほらそう、あ、ほんまほらかわいいえぐい色してるけど。お前で見えねえよ見えねえ、お前で見えねえよ。うー、かわいいマジで。俺の視点だけ見えるこれ。おい、ケンマジでもうプレスしとるやん潰しとるうぃートゥ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 。へぇー、何がいるんだ。安心してください、履いてますよ。てて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 、へぇー、安心してください、履いてますよ。何やっとんねん。つないでんねんな。つないでんねん。お前が調理鍋作ってなかったからつないでんねん、こっちは。どうせカットやろ、こんなとこ。いや、でも使われるかもしれへんやろ、エンディングの。てててててんててててんててんのところで使われるかもしれへんやろ、お前。ふざけんな、お前。